ここからは石田英二さんでございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。石田さんも、はい、65歳になったんですね。おめでとうございます。もう今月いっぱいで、MBS からは、そう40年以上働きましたからね、この会社、席を離れ、そしてタレントとして今度はそうです、ご活躍ということですからね、タレントとタレントってなんか言えない肩書きはどうするんですか。タレント、いや知らない、どないしようかなと思って。政治評論家、ちょっと絵の考えて。はい、わかりました、ね、とはいえ、まあ、MBS ラジオには引き続き、エナには、はい、よろしくお願いします。この後もご出演を、はい、されるということでございますが、さあそんな中まずはこちらでございます。さあ、東京都議の補欠選挙、自民党の議席に異変ありでございます。東京都知事選挙と同じ投票日の7日でした。議員の辞職、死去などに伴って東京都議会9つの選挙区で補欠選挙を行われました。政治資金問題が明らかになって今年4月以降、首都圏の選挙、自民党から公認や推薦を受けた候補が相次いで敗れているという中なんですが、今回自民党ですね、9つの選挙区のうち8つの選挙区で候補者出しているんですが、選挙前の5議席を下回る2議席の獲得にとどまったということで、さあこの数字から見える国政への影響というところも含めて石田さんに聞いて、めちゃくちゃ影響ありますね。あの、小池さんが勝とうがどうしようが、実は国政には、まあ、負けるはずがなかったんでね、今回小池さんは。ほとんど影響ないです。で、知事に関しては、自民党は自主支援というよく分かんない、もうさ、小池さんも抱きつかれても困るからね、そういう意味では。はい、でも、で、まあ、支援せんわけにもいかないし。そう。一応、知事与党なんですよね、自民党も。まあ、はい。だから、まあ、自主支援という形で、ステルス支援という。ステルス。まあ、これはもう置いといて、自民党の今の勢いを見るという意味では、この補選が一番大事だったんですね。で、この結果以下によっては、次の選挙というよりは9月の総裁選への影響がめちゃくちゃ大きいということで、まあ、注目したんですけども、結論から言うと惨敗です。惨敗ですね。惨敗です。これはもう惨敗です。めちゃくちゃショック受けてると思います、自民党の人たちは。ここまでとは思ってなかった、特にね、八王子が大きいな。あの、萩生田さんの地元ですよね。そうなんですよ。あの、一応2つ、あのね、ちょっと9つあるんですね、選挙区、今回補選9つあるんですけど、今上地が言ってくれたように、まあ、例えば区議選、あ、ごめんなさい、区長選に出るから、都議辞めてとかいう人とかいろいろいるんですけども、あと亡くなったりね、で9つあるんです。で、そのうちの1つはもう最初から自民党立ててません、ここは都民ファーストの人が辞めて、都民ファーストの次の人が強いから、もう立ててません。もう戦ってもしょうがないな。もうあんまり、あの、自民党縁のあるところでもないんでみたいな、立ててない。で、ということで、実質8つで立てたんですね。で、8つのうち、ちょっと難しいけど、5つは、もともと自民党が持ってた議席なんです。はい、守りたいですよね。守りたい。それはそうですよね。その5つはね、当然ね。だって自民党は買ってたんだから。買ってたところですよね。議席持ってたんだから。で、その中で一番やっぱし、ここは失いたくないなと言ってたのが八王子。八王子は自民党の議員さんが亡くなったんですね。で、空いた議席を、実は一騎打ちになったんですけどね。で、無所属の人と自民党の、無所属の都議、元都議。元都議。と自民党の人が戦ったんですけど、自民党の人が負けということで、実はね、負け方がひどい。ひどいって怒られるかもしれんけど、勝った人の7割弱しか取れてない。負けた方が。あら、まあ、1位と2、2人しか出てへん。はいはい。で、7割弱しか取れてへんってことは、はっきり言ってボロ負けです。そうですよね。はい。3割差ついたらボロ負けなんで。で、今、親ちゃん言ってくれたように、この萩生田さんの、まあ、八王子というのは地元ですよね。はい。だから、萩生田さんも地元にすごい人脈いっぱい作ってるから、いろんな人が選挙応援に入った。ただ、萩生田さん自身は目立つと怒られるから、はいはい、今と、あれですもんね、党の役職とかも。もう、あの、全然、あの、役職停止1年という、極めて軽い職です。まあまあね。党の役職定年 1年だけ、党の役職つけへんっていう処分。誰がどう思っても軽すぎるんですね。そうですよね。でも八王子の人は萩生田さんの地元やから、ええんちゃうのって言うかなと思ったら、軽すぎるやないかっていう反応が出てしまってるわけです。ああ、そうか。あの、八王子の皆さんからもね。有権者もね。なんぼなんでもこれ、軽すぎるやないかと、萩生田さんというのが見えたんですね、結論で言うとね。で、まあ、
無所属の方はもう別にあのほんまにパッポットでじゃないんですよ、もともと八王子の市長選に出て辞典やったりするような人なんです。知名度はじゃあ知名度はあるんです、でその人が出て、まあ、ある意味ボロ勝ちしたということで、八王子はね自民党の人が言ってるのは2議席負けた分ぐらいのショックやと、これ1個で、なるほど、一粒で2度負けたみたいな、負けたで、残り、江東足立北、それぞれ4つの区と府中市、このさ八王子も入れてこの5つがもともと自民党の議席、この中で死守できたのは府中市だけなんですよ、はあ、競馬場のあるそう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 中央フリーウェイの府中市だけなんですね、これはまあまあこれ言うとまたこっからかし相手がちょっと強くなかった、無所属の新人2人だったんです。まあ、そこはだからもうここは絶対取らない、もうこれ絶対落とすわけにいかんという、ここは何度か死守できたんですが、残り4つ落とした。で実は自民党今回8つ立てて2つ取れてるんです、でその2つは逆にもともと自民党の議席がなかった無所属の人が抜けて、その空いた議席に今回自民党の人が通ったという意味では、まあ頑張ったんです。実はね、これがどこかというと板橋区なんです、東京の北の方ですよね。そうですね、もうそうですね、北の、まあ、一番北か、北区、足立区、板橋区の北の方なんでね、で、ここが唯一、まあいやごめん、唯一自民党じゃない人が辞めたところに自民党が滑り込んだというとこなんですけど、板橋区は何でじゃあ喜んでんのか言ったらね、自民党が、そんなに喜んでない。あ、そうなんですか、なんであのね、これね野党が割れてんのよ、ここは板橋区は共産党、維新、東京維新、都民ファースト、この4つ、あとここに自民党入れた4つで戦った、で自民党の人は通ったけど、得票率でいうとね 36% なんです。はあ、で割れた中で、とりあえず4人の中で割れたけど、まあ一番取れたよねっていう。もしそれにもそこ他のところがぐっとタッグを組んで、もうタッグ組んでたら負け負け、選挙区調整的なものやってたら、まあ共産、維新、都民ファンなんで、これはなかなか、なかなかそうですね、なかなか調整難しいでしょうけどね。難しいけど、まあそういう意味ではね、あまり手放しで喜べてないんですよね。これ今東京都議会っていうのは、都民ファーストの会とかってのはどれぐらい力持ってるんですかね。一応第一党は自民党なんです。第一党は自民党、で都民ファーストがあってなんです、そういう意味ではすごい、せやな、自民が30で、今回の結果ね、自民が30で都民ファーストが28、公明が23、共産19、立憲民主党16、結構競ってますね。そうなんですよ、組み合わせによっては何が起こってもおかしくない。組み合わせによっては本当そうですよね。そうなんですね。で今回ちょっとあんまりニュースになってなかったけど、実は東京維新がね、2つ立てたのかな、全然あかんかったんです。やっぱり大阪とは勢いが違うな、やっぱそうなんや。都議も1議席あるんです確か、あるんだけども、まあ伸ばせなかったというの大きいですね。なるほどね、でこれがさ、そのおっしゃるように国政にさ、どんな風に思いっきりあるのは、つまりもう惨敗なんですよこれ自民党、ですね。でもはっきり言うて東京の自民党の議員さんはビビってるんです。このまま国政に流れ込んだら、わし落ちるぞと、そうでしょうね、まあ、多くの人が思ってるでしょうね。この状況もうほんまに目の前でそれ突きつけられたら、落ちるよ俺、で何が原因か言ったら、もちろんねその裏金問題がちゃんとこう蹴りついてへんっていうのが大きいんですけど、その蹴りつけてない人の一人に岸田さんがおるわけですよ、まあそうですね、でだからやっぱり岸田さんでは戦えんなっていうのがものすごいあって、この9月の総裁選はもう岸田さん立てるか立てへんか分からんで、もうでもご本人はやる気満々だといろんな方がおっしゃってますよね。麻生さんとご飯食べたりね、してるんですけど、特に東京の、自民党の人たちは何を言うてねえとお前ってことは思うんですけどね。でも今回見たらね、例えばあくまで都知事選レベルで言うと、立憲民主党とまあ共産党タッグ組んで、蓮舫さんはまあ形上まあ押してることになってるんですけど、が、石丸さんという方にの後陣配して3位になったとなると、この状況だけ見ると立憲民主党とかをみんなが押してるかというと、そうでもないのかなっていう感じはありますよね。知事選で言うとね、
ま知事選っていうのは、あの党を前面に出すと良くないですよね。ね、あのそれ考えてみたら、うん、皆さん中学校で三権分立で習ったよね。地方行政立法ですよね。うん、で立法っていうのは、まあ、国会もそうやし、府議会もそうやし、都議会もそう、議会ですよ。うん、議会。で今回都議選の補選という立法を選ぶ選挙と、うん、で知事というのは行政の長なんですよ。で行政の長と立法は三権分立でいうと三すくみの状態になっとかなおかしいわけですね。でそれを知事の選挙の時に政党を前に出すというのはあまり得策やないんです本当は。基本的にどこの、ね、選挙を見ても、うん、あの推薦という形はありますけど、今回ねちょっと蓮舫さんすごい政党色出してたから、うん、しかも共産党と組んでるの分かってたし、まあ、今言うたように、うん、例えば東京都議会見てもすごいもうあの組合30、28、23、19、16やから言うから、うんうん、もう組み合わせでよってはやから そうですよね、その時にある党の、うん、顔を見せた知事が出てくるっていうのはよろしいないわけですよ、うん、まあ、ね、これ。だ小池さんとしては全員にいい顔はしたいわけですね。そうそうそう、あとで運営考えたらね議会の、うん、それで言うと蓮舫さんはなんであんな、まあ、その前のね、うん、あの国政衆議院の補選で勝ったのがあったかもしれんけど、立憲が。なんであんな子すんのかなと僕は見てたんやけどね。でも本当、今回はいろんなものが見えましたよね。例えばそれこそ石丸さんという、まあ、あくまでその知事選ですけれども、はい、うん、ネットを中心に人気があった方が、うんうん、まさかあそこまで票を伸ばすとはって思った方も多かったんじゃないですか。あれはね、僕はね、ずっと見てたんですけど、うん、その投票日前までの世論調査ってしょっちゅういろんなとこやるじゃないですか、うんうん、ね、で見てると、もうそこにはあれ、小池さん楽勝とは書けないですから、うん、小池さんリードって書くんですね、うん、で、小池さん一歩リードって書くと、うん、8時のゼロ票当確は打てないと思います、うん、ちょっと様子見ようかって、はい、でもリードっていうのはおそらくね3割方勝ってるんですよ、はい、で先ほどに3割勝ってるともうゼロ票当確なんで、うん、あ、これゼロ票当確なんだ、これはもう分かります、はい、その次が世論調査って名前の順番に、うん、一応 A 結果が出てるんです、はいはいはい、でどこの見ても2番目に蓮舫さんだったんです、そうですよね、で3番目に2番目の蓮舫さんを必死 ものすごく勢いで追いかけてる石丸さんという言い方やった、言い方でした、そうでした。ところが当日の出口調査ポンと開けたら石丸さんが出口調査で上やった、うん、っていうことは当日相当入ったよね、あれ、そうですね、うん、まあ、ですから投票率 5% 伸びた、まあ、うん、お天気も暑かったとはいえ、うん、まあ、みんなちょっと行こうかと、うん、だからその意味では20代30代いわゆる若い層の皆さんの何らかの投票行動は一つ結果として出たというところありますよね、うんうんうん、正直石丸さんっていうキャラが受け入れられたかどうかは分かんないけども、うん、あの人の SNS 戦略は非常に当たったよ ね、ここは非常に参考になると思う、他はだから今後本当またどういう形で選挙がね、うん、国政も含めてあるか分かりませんが、うんうん、一つのまた新しい形になったなというところであります。そうですね、はい、さあそれでは続いていきましょう、こちらです。さあ時刻6時40分になりました。認知症の行方不明者統計開始以来で最多になりました。警察庁によりますと去年1年間に届け出があった認知症の行方不明者の数19,039人、統計を取り始めた2012年以降最も多くなりました。また無事に見つかった方18,221人、大阪府警は認知症患者の家族に対しまして衣類や持ち物への連絡先や GPS 機器の活用を呼びかけているというところでございます。このニュースは、非常に何て言うかな、よく見ないと間違いそうになるんですけども、はい、まず日本で行方不明になる人っていうのは年間何人ぐらいいるかっていうとこからまず、はいはい、ぜひぜひ、ざっくり人に聞かれたら8万人台やと思ってください。8万人もそんなにいらっしゃるの？もっといます、きっと、きっと、きっと30万人ぐらいいると思う。30万人、20から30、僕は20やと思ってるんですけど、うん、それだ残りだって8万人でさ、20とか残り12万人、うん、要はねこれはどういうことかというと、行方不明者っていうのはどうカウントするか言ったら、うん、行方不明者届が出てる人っていうことなんですよ、警察に、はい、で例えばもうまあ、あいつそうやったらまた家で行きしよったなあいつはとか、若い子やったらね、はいはい、きっとまだ飛ばしんとこおんねで、うん、みたいなのは、うん、
届け出せへんやん、はい、で見つかれへんでも、うん、もうええわみたいになって、うん、でもその場合は届けが出えへんと行方不明者にはカウントされないんですよ、うん、でここがポイントで行方不明届を出せる人っていうのがね、うん、決まってるんです、うん、一言で言うと、うん、友達は出せないです。そうなんですね。あ、そういうことか。近所の人も出せない、家族しか出せない、親族と、うん、例えばその施設に入ってる方が、はい、多分施設の、まあ、管理してる施設長の人とかが、うんうんうん、うちの老人ホームに入ってた人がいい日になりましたと、うん、でこの人身寄りないんですわと、うん、いう場合は、うん、施設長が出せます、うん、で基本的にはもうそういう親族か、うん、六親等までの親族か、うん、施設長となってるんで、私妻の人と毎日もうあの家の前で喋ってたんけど、うん、急におれへんなってんね、うん、私届け出したいんですけども、うん、それ受理できないです。確かに、まあ、ストーカー被害とかを防止するためにもなんですか。あ、でもね、そのまあとにかくそういう決まりがある以上、うん、もっともっといてるはずなんですよ。まあ確かにそうやな。それは言うてもそれは家族が出せへんかったら、まあ一応友達とはいえ他人が、はい、あの人行方不明になりましてんとは言いにくいっちゃありますよね。ね、じゃあ例えば家族いない人はどうやねんって言うけど、六親等となると、うん、六親等ってまたいとこまでなんで、うん、相当下から広い範囲になるんですよ。でもまあ、またいとこぐらいだったらさ、もう顔も忘れてるぐらいのあるの。またいとこいうことはおじいちゃんの兄弟の孫か、はい、おじいちゃんの兄弟の孫でしょ。そうやろ、またいとこ。そんなんもう分かれへんが、多分僕も多分今その人の顔思い浮かぶか言うたらだから、うん、お宅のお親戚のなんとかさんがいい日になったと、行方不明届を出してくれと近所の人が言うてると、うん、ついてはお宅またいとこやから出してくれっていう話になるわけ、うん、言われてもなぁ、出すでしょうね、一応。でもそうせんことには行方不明にカウントされないというのがあるんですな。で、まあ、まずそれをやった上で、大体年間、これ統計取り出したのが昭和31年から、僕が生まれる3年前からですよ、うん、から統計取り出して、はい、ずっと8万人台かたまに9万人台になって、うん、で実は高度成長期の時は10万人台いった。でも11万人には行ったこと、あ、一回行ったことあるか、うん、ないんですね、まあ、ほとんど10万人。それは高度成長期の時は若い人の家出です、うん、行方不明届けというのは。でやっぱりだん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 この高度成長期の時の、うん、高度成長期終わってからか、昭和1978年ぐらいからですね、うん、高度成長期に生まれた人がある程度大きくなった感じかな、うん、でこの時はね、行方不明の人の大体5割弱は未成年やったんですよ。うん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 、もう家出ですわ、はい、はっきり言って、はいはい、で少子高齢化とともにこのどん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 若い人が少なくなっていって、高齢者が増えていく。高齢者でもその、認知症を患ってらっしゃる方の行方不明が増えていって、うんね、今だから、9万人のうちの2万人なんで結構な率でしょ。そうですね、4分の1ぐらいですもん ね、で、これほんま不思議なんですよね。ずっと8万人ぐらいなんですよ、行方不明者って、うんうん、でコロナの時だけ8万人切るんですよ、うん、でもやっぱまた戻るんです、うん、で今まあまた8万人台になってるということなんですけども、うん、さてさて、うん、実はね、徘徊するあの行方不明になる人っていうのは、うん、イメージは、うん、いや地方症とか認知症になってくると、うん、なんかすごいもう何も分からへん人っていうイメージがあるかもしれないけど、実はそうじゃなくて、まだまだ症状が軽い人。あ、そうなんですか、うん、もしくは、はあ、え、あの人認知症やったんですかとみんなが気がついてないぐらいの人の方が体力があるね。ああ、そうかそうか。だからそれこそすごいしんどい人で、遠いとこまでさ行かれ行きませんもんね、うん、で遠いとこまで行くから行方不明になるわけ。うでね、認知症の人はね、肺を見つけてあげないと非常にあの危ない。今回も1万9000人亡くな、あの行方不明になってますけど、そのうち500人ぐらいが亡くなってるんですね。そうですよね、うん、で桜美林大学の調査でいうと、うん、こういう方たちって5日以内に見つけないと非常に死ぬ、うん、亡くなることが多い。あ、まあそうでしょうね、うんうん、特に今の季節やったら暑いし、暑いしね、冬が寒いし、うんうんうん、だから気をつけてくださいということなんですけども、まあ、うん、症状が軽いから体力あるから遠く行くということで、徘徊による行方不明というのは後期高齢者よりも前期高齢者、つまり65歳から75歳までの人が多いということです。これ多いというのはまだ頭置いといて、うん、では、うん、あと夕方になる
あのみんなね夕方にふっとなんかどっか行ってはんねんて、うんうん、でさあ問題は、うん、大阪と兵庫に異常に多いって、ね、ちょっとニュース読んでみましょう、ねうんはい、さあ認知症行方不明者数1位が兵庫2位が大阪でございます。10年間でほぼ倍増している認知症による行方不明の方なんですが、特に関西が多くてですね、うん、1位が兵庫2位が大阪という状況が続いています、うん、特にこの関西に多いということは何か理由があるのかどうかということなんですか。これは本当僕もいろいろ調べて、まあ、それねちょっと思い当たる節もあるんですけども、うん、まずそのこれ認知行方不明者の中に占める認知症の方の割合という調査を警視庁がしだしたの、警察庁がしだしたのは2014年からなんですよ。だから10年前から、うんうん、10年前からなんですけど、1位と2位が兵庫大阪が入れ替わりぐらいでずっと大阪、うん、兵庫兵庫大阪な。2022年のデータで見ると、うん、兵庫が2115人、うん、大阪が1096人で、うん、3位の埼玉が1902人、うん、そうなんですよ。で大体ね毎回一緒で1位、うん、2位がと兵庫大阪、うん、この2つで、そうなんですね、そうなんですよ、大体ね、そう全体の2割以上占めるんです、うんうん、だってそれって別になんか地域ごとの差があるというより人口の差はもちろんあるとは思うんですけど、もちろんね、うん、まあ、だから埼玉神奈川愛知と続きますからね、はいはい、うん、でも東京入ってない。東京、あ、本当ですね。あ、本当やね、東京入ってないね、うん、東京多いよ、うん、人数だけで言ったら、うん、そうですよね。これ理由がわからないです、うん、で例えばね、うん、共通している兵庫と大阪に共通しているのは、うん、一人暮らしの高齢者の数がものすごく多いっていうのは共通しているんです。なるほどな、それは分かりますね、うん、でもね、そうなるとさっき言った話で、うん、一人暮らしの人がプイッといなくなった時に、うん、届けが出ないんですよ、うん、あ、ほんまや、もうってことはじゃあそこも理由にならないんだけども、うん、まあもちろんその近所の人が、ま、割と大阪とかさ、うん、兵庫の人ってやっぱり一人暮らしの人でも近所の人と知り合いだったりするから、心配してそれこそあの またいとこ探してみたいな出してってあるんかもしれんけど、うんうんうん、ま、割とそういうなんていうの人情あるからさ、まあ、一人暮らし あのご高齢の方がいらっしゃらない、うんうん、まあ、お父さん家族も一日に一遍ぐらいは電話するとか、うん、LINE するが、うん、繋がらないは、うんうん、あるかもしれませんよ ね、うん、で一人暮らしのお年寄りが多いから大阪市は、うん、あの介護保険料がダントツで高いわけ。あ、そうかそうか、高いですね。でこれがまあ一人暮らしのお年寄りは兵庫も多いんで、うん、まあ、これが一つか考えられる、うん、あとねこれおそらく兵庫でも、うん、もうちょっとエリアを小さくしていくと、うん、瀬戸内海僕沿岸やと思うんですよ。ほうほうほう、ああ瀬戸内海、つまり日本海側とか山の中やの、はいはい、なんでか言うたら、うん、大阪も兵庫のその瀬戸内海側って交通がすごい発達してる、うん、してますね、うん、電車も私鉄も合わせていっぱいある、うん、だからさっき言ったようにそのプイッと乗っちゃうわけ。ああ、なるほど、うん、ほんだら遠いとこ行っちゃう、はいはいはい、ほんだらそう簡単には探せられへんなってまうというのもあるんじゃねえかなという、要はその交通網の発達というのがすごい関係してるようには僕は思うんだけどね。だから都会に多い。これあのそれこそ街でお年寄りに相手こうすれ違った時に、うん、あ、この人はあの行方不明の方なのか、ただただ出かけてるだけなのかって判断って実際どうなんですかね。特にさっき言ったように、うん、その遠くへ行く人っていうのは体力のある、比較的見た目も若い人で、その本当になんかこうもう歩くものをおぼつかないような人やったら大丈夫ですか。多分誰か気ぃつけありますよね。スタスタ歩いてるはずなんですよ。だとしたらその人がそうとは気づかないですよね。でも本人はそのどっかに行こうとしてるんですよね、うん、あの昔の友達に、昔住んでたとことか昔勤めてたとこに行こうとするんですけど、うんうん、でもそのうちに自分がどこにおりゃ分からへんなるということ、うん、で保護を求めたらいいんですけどね、うん、そのままなんかこう事故に遭うこともあるんで、うん、やっぱりね今各自治体は一生懸命、うん、大阪もだから多いって言われて何もしてないわけちゃうんですよ、うん、はい、大阪府警なんか非常にそういうダイヤルこさえたそう受付したり、うん、あの行方不明届け出されへんでも言うてきてくれたら、うん、特徴言うてきてくれたら探しますみたいなこともやってるわけね、うんうん、でも多いっていうのは、うん、まあよく自治体でやってるのはあのタグをね、うん、二次元コードみたいなこの、はいはい、うん、住所と名前と電話連絡先書いたタグを本人が気がつかんぐらい服に縫い付けとくっていうのはあるみたいですよ。でそれとてやっぱりあのそこを見つけなあかんわけですよね、うん、見えるとこに見えるとこに
だから服が分からへんな、服着込むから。だからまあこれ GPS とかっていうのもそのまあ人権としてどうかとか言い出したらいろいろあるんでしょうけれども、うん、でもね、あの東京でおれへんになった人が GPS つけ、うん、持ってたことで、まあ、つけてはったよね、家族の人が、うん、仙台で見つかったやつ、うん、ああそう、東京から仙台まで、仙台まで行ってた。これ多分今の時代じゃなかったら見つからなかったかもしれないですよね。見つかれへん。まあ、いやでも本当そのことを考えたらある意味 GPS とかっていうのが一番何でしょう、可視化できますもんね。そうなんですよ、わざわざタグでバーコードスキャンするよりもね、まあ、あの有効利用ですよ ね、うん、はい、だそうでございます。反転攻勢、外食小売り今アメリカで値下げの波だそうでございます。まあ、これから夏ね、外国にアメリカに行かれるという方もいらっしゃるかもしれませんが、ラーメン一杯3000円近くするらしいでなんて話をするアメリカの外食小売業界なんですが、今値下げ競争が過熱しているそうでして、ファストフード大手マクドナルド、5ドルおよそ800円のセットメニューを投入いたしました。小売大手ターゲットなども食料品などの価格の引き下げを通じまして、長引くインフレで節約志向を強める消費者の囲い込みを加速させているということなんですが、まあ、大統領選挙も控えておりますアメリカの経済の動きどうなってるんでしょうか。あのそれこそラーメン一杯ね、うん、3000円とか4000円とかよく聞くじゃないですか。松川さんがさ、うん、言ってましたな、びっくりしたのがそのラーメン3000円がこれはベースで、うん、ここにネギをトッピングしたらあと600円取られてる、ね、そうそう、すごいよね。どんなんやる、でだから普通に食べてそこに何ならチップはい、までつくので、いっぱい5000円や、いっぱい5000円、ね、まあ、日本だったらほらラーメンいっぱい1000円にするのかどうかだけでも揉めてるようなところなのに、そのアメリカで今ちょっとあの物の値段が、はい、やっぱ当たり前って当たり前で、うん、いつまでもインフレは続かんわけですわ、うん、まあそら ね、でね、うん、あのアメリカの人っていうのは面白いが、いわゆる余裕腰の金は持たない人が多いわけですね、うんうん、で、あまり貯金しないんですあの人ら、ね、持ったら持っただけ使 う、そう、これが面白いですよね。 だからアメリカは景気っていうのがあったんですけども、うん、はい、あのコロナでね、うん、あのまあ、いろんなお金が出たじゃないですか、はい、でみんな もらってたんです、うん、でそのお金をまだ、まあ、一応持ってて、うん、それを使い切ってきてて、うん、でもいよいよ使い切って、うん、もうお金がなくなって、うん、みんなちょっと今財布の紐が閉まってる状態、アメリカ、うん、おう、ほんでそんなとこにあのいろんな統計見てると、例えばね、うん、失業率が上がってる、はい、うん、失業率が上がるということはこれは言ったらインフレではないということなんですね。あの、そうでしょ、うん、食がないということやから、はい、うん、食がいっぱいある時の方がインフレが起こってるということなんで、そうですよね、はい、みんながお金あるし ね、うん、だから、失業率が上がってるっていう一つの統計指標が出てて、うん、あとは4月5月の食に就いた人の数、うん、これも下がってて、うん、さっきと一緒やね、仕事についてないということやから、うん、インフレが収まりつつあるということで、実はもう9月にはね、うん、FR、こっちで言うと日銀やね、はい、もう利下げするやろと。いよいよ、いよいよですか、だって今年もやる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 言うてて、なかなかなかあのやっぱりまだ高止まりしたまんまや言うて。まあ分からんけどね、一応、でも、例えば日本の株式なんか見てても、うん、アメリカの9月の利下げっていうのは織り込み出したから、だから株価がこうクッと上がってきてるから、ありますよね。上がってきてんねやか、うん、で、まあ、これ、まあ、難しいか、ただ高いね、やっぱりな、豊かで、今、うん、アメリカの政策金利で 5.5 やから、ね、すごいよね。5.5 やで。こんなもん銀行にね、うん、金借りたら大変なことになる、まあ、0.25 ぐらいで調整する感じになるでしょうから、そうそうそう、調整しますから、そうそうそう、はい、そこで一回下げたからで何かドンと変わるわけじゃないんだけども、まあ織り込み出したなということなんですね、うん、まあもともとはね、あのコロナがあって、ね、まあいろんなお金も出ましたね、コロナが一応終わりました、うん、終わって世界各国経済が元に戻るしりでいく中で経済活動がどんどん活発化されていくんで、うん、そしたら人手不足足らんなる、うん、人手が足らんということは給料予算上げないと人が来てくれない、うん、で時給上がる、うん、時給上がるからインフレになるみたいなことを繰り返しちゃった、うん、この流れが止まって少し逆に戻してる感じですね、うんうん、まあ、でもそのこの5ドル800円というのを、うん、
まあ、まあ日本円にすると800円なんですけど、5ドルというアメリカの値段をどう取るか。これすごいね、マクドナルドの5ドルセット、うん、結構日本のハンバーグでなんか中ごっついな、これいっぱい入ったな、これ肉厚ですね、めっちゃごっついな。これ何セット、セットハンバーガーが2つついてるんですか。いやいや、これは1つやもんね、1つか、うん、どっちか選ぶね、どっちか、あ、ピックワンって書いてますね。でハンバーガーとポテトとドリンクとナゲットまでついてる、4つセットだ、うん、これで、うん、5ドル、5ドル、だからアメリカの人の感覚としてはどうなんでしょう、500円ぐらいのイメージかな、うんね、ですよね、うん、400円500円。これ地域によって違うんですけど、日本の、うん、例えばヒルマックダブルチーズバーガーセットっていうのは、うん、ホームページで見ると、うん、だいたい600円、うん、620円、日本で620円、うん、だから向こうの人この感覚620円より安く感じてると思うよ。そうですね、そうでしょうね、うん。でちなみに全米平均のビッグマックセットのメニューが5月時点で9ドル29セント、うん、1464円、うん、日本のレートだと、はい、ただ日本だとこれが750円。ということは購買力平価で言うと半分だよ、ね、うあまあまあでもこれビッグマック指数のやつやな。そういわゆるビッグマック指数ですね、うん、まあ、ただこの5ドルセットが出てきて結構、まあ、どうやろうアメリカの人これで腹膨れへんって言うかもしれんけど、我々だったらこれを中いっぱいになるわ、うんうん、向こうのやつはサイズがでかいからね、でかいからな、サイズがでかいから、ね、でまあ、これで5ドルやいうことはやっぱだいぶ安くなってきてんな、うん、消費者物価指数が実は今日何時、10日、11日ですね、10日、うん、で明日や、うん、アメリカ時間の明日、うん、消費者物価指数が、うん、6月の分が出るんですよ、うんうん、7月に出るから6月分が出るんですよ、はい、うんうんうん、ここが、まあ、どれぐらいかということなんですけど、今5月が 3.3%、うん、もう 3.3% も高いで、高いですよ、 3.3% 高いです。でやっぱこうアメリカは需要が引っ張ってるんですか。そう、コストが上がってるんじゃなくって、やっぱさっき言ったように、うん、お金使うね、あの人らは本当に個人消費すごいですもんね。そうやね、で GPT の7割ぐらいは多分個人消費引っ張ってるんちゃいます。そう、うん、そうなのよ、うん、何やかんや言うて、例えばクリスマス商戦もね、日本そんな言うほどクリスマス商戦ないやん。僕いとこアメリカの人とかのさっきの、はい、ね、石田さんの話が聞いたら、うん、本来経済って宵越しの銭を持たないっていう考え方にすると、うんうん、お金は回るんですよね。回る。でもみんなやっぱり日本って、うん、明日入ってくるか分かれへんから貯めとこうに、これはね、うん、私はちょっとだけ言わせてもらうと、うん、何でしょう、これやっぱり農耕民族と狩猟民族の違いやと僕はずっと思って、アメリカの人は元は狩猟民族じゃん、まあ、はい、で肉って当時冷蔵庫あれへんから、うん、取ったら早く食うて腹いっぱいにしとかんと、うん、明日は腐ってまうから、傷んでしまいますからね。ところがお米っていうのは取ったら貯蔵できるわけ、うん、はい、で貯蔵ちょっとずつ食べていくという日本人の、はいはい、うん、もう昔からのもうその性格っていうのがあるのでしょうね。絶対あると思うねもこれ、うん、ね、だから本来アメリカ経済ってのは回るようにできてあるんですよね。でも今回値下げしたらまた回っていくかもしれない。また回っていくようにで、まあ、だから明日か、うん、明日の CPI 消費者物価指数が 3.3 が5月でしたんで、うん、これをどれぐらい下回るか、うん、まあそうですね、うん、下回ると思うんですよ、うん、エロ変われへんだらあれ、うん、まだあったなと思うんだけどね。ただ本当この夏に、うん、大谷翔平を見に行くという人、うん、あるいはハワイに旅行に行くという人はまだそんなにびっくりするほど下がるわけではないでしょうから、やっぱり高いよ、また高いままだと思うんで、うん、引き続きご覚悟くださいというところで、取れたてピックアップニュース、こだわりの朝どれニュースをご紹介。まずはこちら、はい、朝日新聞によりますと、海上自衛隊の複数の隊員が任務や訓練で潜水した時に受け取る手当を実際は潜水しないで不正に受給していた疑いがあることが防衛省関係者への取材で分かりました、うん、多くの潜水員が数年にわたって行っていたとみられていまして、うん、不正が常態化していた可能性があります。そうですね、受給の総額は数千万円規模になる恐れがあります。うん、その他にもですね、例えば特定機密の扱いに関してもというところであるそうで、かなり多くの200人規模での処分だということを読売新聞には出てるんですけれども、はい、このあたりやっぱりこう党な、ね、中での規律みたいなものっていうのって、う、ね、誰かがこう破り始めると緩くなっていくって状態化していたっていう、ありますか。このあたりはやっぱりチェックしないとダメですもんね、うん、続いてはこちらです。毎日新聞によりますと、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件をめぐり、政治資金規正法違反の
罪に問われた清和政策研究会、うん、事務局長兼会計責任者の松本純一郎被告は9日、東京地裁での被告人質問で、虚偽記載の中止を派閥幹部に進言していたと明らかにしました、うん、虚偽記載を認識し続けさせた幹部がいた可能性がありますが、検察側は幹部の名前や具体的なやり取りは尋ねませんでした。もしそういったことを進言していたということがあるんでしたら、一体誰に対してやっていたのかっていうのは、これ明らかにするがあるんじゃないかなというふうに思いますし、結局まあ裁判の中でもそこのところ言わないと、また自分自身のところの詰めにもなってくるということですから、このあたりは本当に明らかにしてほしいなというのはね、思いますけどもね、はい、では続いては海外の話題です。時事通信によりますと、インドのモディ首相は8日5年ぶりにロシアを訪れまして、プーチン大統領と固い覚悟交わしました。モディ氏としましては、西側との安全保障面での関係強化を模索しつつ、長年にわたるロシアとの協力関係も維持したいと考えているとみられます。まあ、特にロシアのウクライナ侵攻以降、西側と言われるところがロシアに対して経済制裁を行っているんですが、そのロシアのエネルギー、インドには、この輸出入ということで輸入しているということもあるわけですから、まあ、このあたりの関係というのはどうなっていくのか、プーチン大統領に唯一ね、ものが言える人でもあるというふうに言われてるんですけれども、これ回り回ってですね、インドと関係あるその他の国の対ロシアへのスタンスっても変わってくるわけですから、まあ、このあたりは外交上どんな風な、ね、スタンスがいいのかっていうところを両、まあ、特に日本からは見ていきたいところですよね。うん、続いてはこちらです。朝日新聞によりますと、東京都知事選で3回目の当選を果たした小池百合子氏が9日午後、首相官邸で岸田総理と会談し、少子高齢化や災害への対策について連携することを確認しました、うん、また衆院東京15区補選での選挙妨害事件や、はい、東京都知事選でのポスターなどをめぐる混乱を受け、国会で公職選挙法の改正も含めた議論を進めるように要望しました、まあ、今回都知事選ではですね、表立ってというよりもステルス的な形でですね、自民党の支援もあったわけなんですけれども、うん、はい、まあ、ここにお話ある通り、その選挙のあり方みたいなものっていうのは、本当に、今回大きく考えないといけないなと思うところ、我々のこと思いますよね。うん、続いてはこちらです。連日の猛暑で電力不足の懸念が高まっています。産経新聞によりますと、8日には東京電力管内で冷房の使用が急増して電力需給が逼迫、うん、中部電力から電力の融通を受けることが起きました、はい、今後も厳しい暑さ見込まれるんですが、うん、政府は夏の節電要請は行わない考えです、はい、発電所の稼働再開で供給力に余裕が生まれるとの判断なんですが、うん、老朽発電所が停止するリスクもあり、うん、安定供給の確保には不安が残っています。まあ、特に夏冬の時そうなんですけれども、意外とギリギリのところでですね、持ちこたえていたということもあるわけなんですが、とはいえ暑いですからね。そうなんですよね。まあ節電要請を行わないということでもありますし、まあ、皆さん電気代のこともありますから、かといってガンガン使う気にもなかなかね、ならない、気持ち上ならないんですけど、はい、とはいえ本当に適切な、ね、ご無理のない範囲ではぜひ使っていただきたいと思いますよね。はい、うん、続いてはこちらです。バレーボール女子日本代表の古賀紗理那選手が9日自身のインスタグラムを更新し、今月開幕するパリオリンピックをもって現役を引退すると発表しました、うん、古賀選手は直筆で丁寧に綴った書面を投稿しまして、うん、パリオリンピック2024をもちまして現役を引退することにしましたと明らかにしました、うん、続けて、小学2年生からバレーボールを始め、もっとバレーボールが上手くなりたいの一心で皆様からの力を借りながら28歳まで続けることができました、うん、全ての経験と出会いが今の私を作ってくれました、本当に感謝していますと心境を明かしました、まあ、ここで、このパリオリンピックをもってということで自分自身決意することで、本当に背水と言いますか、もうここに全てをかけるっていうことです、うん、いやそらね、とはいえ小学校2年生ですから、ね、6歳7歳ぐらいからずっと20年以上やっていたバレエ、から離れるという、これそうそうね、並々の決意だと思うんですよね。まあ、でもね、現役引退した後の活躍を期待しますけどね。そうですよね。まあまあ、ですからこのオリンピックに全力ということですよね。はい、応援しましょう、はい、最後はプロ野球の話題です。阪神は甲子園でヤクルトと対戦しました。0対1で迎えた9回裏2アウト満塁で近本選手がライト前へタイムリーヒットを放ちまして、2対1で勝利を収めました、うん、7日の DeNA
DeNA 戦に続きまして2リーグ制以降では球団初となる2戦連続の逆転サヨナラ勝利となりました、ね、はい、そして広島と入れ替わり5連勝で首位に立った巨人とのゲーム差を1死守しました。あの頭一つ飛び出したかなと思った広島にでまたここのところ全然勝てないという状況でもあるわけなんです。そうありましたけど、うん、ただまあ一方で才木投手は今シーズンあと2つか3つぐらい勝ち星ついてるのもおかしくなかったなというところ、まだ8勝そう、あの2桁は乗ってたんじゃないかなとも思うんですけど、まあ、あの今シーズンのうちに乗るのは乗ると思うんですけどもね、まあ、それよりもチームの勝利ということになるんでしょうが、そうですね。